はい、こんにちは、ミッドウェスト大阪の久木です。こんにちは、ミッドウェスト大阪の村井です。こんにちは、ミッドウェストの佐藤です。こんにちは、ミッドウェスト渡辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよですね、6月25日の土曜日からラブマーケットを開催いたします。はい、ということでラブマーケットという題名のイベントですので、まあ、愛を持って今回は売り場も商品も店内もデザインしておりますので、いつもですけどね、よりラブを感じていただけるような仕様になっておりますので、ぜひとも皆さん遊びに来ていただければ嬉しいですね。はい、はいはい、で今回ね、今日売り場もようやく完成したということで、ラブマーケットの目玉アイテムや僕たちがこれ可愛いと思うものを愛を持って紹介していければなと思いますので、ぜひともラブポイントを各スタッフいくつ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では私の渡辺のラブマーケットおすすめラブポイント、ラブポイント、ラブポイントは、はい、こちらのウィンドウです。ウィンドウですね。はい、見てこのカラフルさ、すごいでしょ。愛めっちゃ詰まってますから。いや、詰まりまくってますよ。愛詰まりまくりでしょ、はい、すごいですよね。もうこのピンクのワンピースにこの紫の、てかこう男女が向かい合ってこうちょっと花束を持ってる、すごいラブラブ詰まってるでしょ。まあね、今の時期どうしてもやっぱ6月後半入荷も全然なくって、多分、はい、他のお店さんも結構こうなんていうか全体的になんか入荷もなくセール待ちみたいなちょっと暗い雰囲気が漂ってると思うんですけど、もうミッドウェストはねここまでラブを爆発させてますから。そうですね。なかなかこんなことできるのはなかなかやっぱないですか、ね、はい、うちだけですと、はい、言っちゃいましょう。本当そう言ってしまっていいと思います。はい、うちだけです、ミッドウェストだけです。はい、こんな感じで私のこのラブポイントはこちらのウィンドウですね。はい、でちなみに私のこのおすすめのラブコーディネートですか。はい。もう目玉商品この辺とか多分ねオンラインにも載ってない、ちょっと店頭限定アイテムかもしれないです。結構載ってないのありますよ。そうなんです、店頭限定アイテムも実はめちゃめちゃ多くて、見てもらったら分かる通り、ワンピースとこのシャツ、はい、アンリアレイジのシャツにチノのワンピース、巻き仕立て、そう、かっこよくない、めっちゃかっこいいです。これテーマあるんですか。テーマは村井くんが決めてくれました。お、何ですか。芸能人の休日。芸能人の休日めっちゃかっこよくない、かっこいいです。これにサングラスって決まりです。そう、決まりでしょ。そうなんです、この感じで、この配色が本当に素敵で、もう私欲しいぐらい、てかね本当に私自身もトリコロール、そう、欲しいもの盛りだくさんになっておりますので。そうなんです。はい、じゃあもう続いて藤崎さんにお渡ししましょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ渡辺さんの次は藤崎のラブポイントは、はい、どうもいいか、こっち、あ、こっち、やっぱセール、なんかいろいろアイテムあるんですけども、はい、意外と僕はもう固めにセールで買ってお得な年間着れるスウェットと、これからの必需品のショートパンツ。あ、今いいスタイルですね。やっぱいるじゃないですか。はい、セールに来てなんかいろいろ目移りしちゃうけど、ここ行っといた方がいいよっていうライブポイントです。間違いないポイントもあります。ちょっとだから1個合わせてみたいと思います。さあ着てきました。これならね、これから本当海にも入っていっていけちゃいますよ。いけちゃいますね。いけちゃいます、うん、これなんかまあめっちゃ暑くなきゃもうやっぱスウェットなんか年間ですから。そうですね。でもう一個せっかくこのパートなんで、はい、やっぱり靴、もう靴もね、はい、お得が一番。そうですね、ここラブポイントですから。はい、やっぱね、頑張って買った靴もいいですけど、やっぱね、気軽に買った靴いっちゃ履きます。そうですね、気軽に履くとね、はい、もうこう皆さんこうついてきてください。こうずーっとこうありますんでね、ここまで、ここまで、まだたくさんありますね。おい、こんなありますから、ぜひともお待ちしてます。では僕もラブマーケットのおすすめ目玉アイテムなどご紹介していきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。やっぱり6月末ということで、もうだいぶ暑くなってきましたね。ですね。T シャツ欲しくないですか。欲しいです。ね。めちゃくちゃ欲しい。ということで、まあ、目玉アイテムとか、目玉コーナーということで、はい、ここのズドーンとラック並んでるところに、こう、たくさん T シャツが揃ってるんですよね。
や結構こういうね必需品のものがお得に買えるっていうのも嬉しいですし、なんかいつも買わない色とかもお得なプライスになるならチャレンジしてみてもいいかなっていうので、はい、いやこんなにたくさんあるとテンション上がりますね。上がりますね、はい、カラーもこんなに豊富にありますし。そうですね、選びがいありますね。あります。これぞなんかマーケットっていうか自分で掘り出し物を探す楽しさみたいなのが感じていただけるかなと思っております。はい、はい、で今回は目玉アイテムコーナー以外に目玉スタイリング村井がご紹介させていただきたいと思います。はい、目玉スタイリングということで、こういったオープンカラーシャツ、はい、ちょっと派手めなやつ、派手めなやつなんかチャレンジしてみていただきたいなっていう、はい、あまり着ない方とか、うん、半袖シャツ持ってる方もいつもよりもなんかこうパッションのある色、はい、そうですね、入れていただきたいなっていうのと、パンツも旬なシルエットとかもあるんですよ。フレアですよ、はい、この靴に乗っかってくる感じもかっこいいし、オープンカラーシャツにフレアパンツっていうスタイリングも目玉コーディネートとなってます。ああ、いいですね。はい、まあ、ぜひとも今回のこのラブマーケットでコーディネートでご紹介させていただいたりしても嬉しいかなと思ってます。はい、はい、じゃあ最後また佐藤君と渡辺さんにご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、では僕のターンですね。お願いします。今回はまぁ、あ、ちょっとレディースをご紹介させていこうと思うんですけども、はい、見てください。ちょっともう本当に今まで見たことないようなこんな商品だったりだとか、攻めてるがゆえのスペシャルプライススペシャルプライスもございますし、まぁ、あ、リアルに先ほどのメンズと同じように、はい、T シャツもあります。あ、これっちゃですよ、もっとたくさんあります。そうですね。でこのまま奥まで行くとこうアフリカンマーケットも、この辺はちょっとセールではないんですけど継続でこういったものも合わせて見ていただけますし、はい、僕としてのすごいおすすめなアイテムがこのニットなんです、はい、すごいね。このニット、これすごいです。これトーガなんですよ。あ、穴が開いちゃってます、ね、輪っかいっちゃってるんですけど、はい、これ着るとこんな感じなんです。はい、はい、あ、バッカーいってますね。これあのラブスタイリングです。ラブスタイリング、はい、ラブスタイリング2つ目着こなしてますね。着こなしちゃってますね、うん。でこのニット難しそうに見えますけど、はい、中にこういうワンピースとか、はい、あの今だとこういうスケールチュールとか入れてもらったらすっごい今の匂い出るんですよ。あ、意外と空いてるからこそ、そうなんです、いろんな活用があると。そうなんです、はい、でこれちょっと見てください。スタイリングに入るんですけど、はい、ぜひフレアに合わせてください。あ、かわいい。今ワイド多いですけどレディースもぜひあのフレアパンツとかの旬な形もあります。はい、はい、なのでこのスタイリングもおすすめということで、はい、トーガに、トーガで、あ、これセールじゃないですけど、はい、抜けない、そうです、抜けないですさすがです。はい、ありがとうございます。それでは、6月の25日から27日の3日間ラブマーケット、ぜひお越しください。よろしくお願いします。では、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。